時間になりましたので会見を始めたいと思いますえ。近年、年齢や性別、体格などの差に関係なく楽しむことができる競技として、e スポーツが注目を集めています。杭州アジア大会では初めて e スポーツが正式競技に採用されました。6月には国際オリンピック委員会主催のオリンピック e スポーツシリーズが開かれるなど、将来オリンピックの正式競技として実施される可能性もあります。今日は6月に行われた オリンピック e スポーツシリーズに日本の国内競技団体で唯一選手を派遣した日本ライフル射撃協会の松丸喜一郎会長、そして日本 e シューティング協会理事の松本純一さんと福島大地さんにお越しいただきました。皆様からご覧になって左から松丸さん、松本さん、福島さんの順でお座りいただいております。 お三方からは世界大会に選手を派遣しての手応えや今後の e スポーツとの連携や展望などについてお伺いできるものと思います。この後30分ほどお話を伺います。続いて皆様からの質問にお答えいただこうと思います。質問は会場とオンラインの双方から受け付けます。オンラインの質問のうち、オンラインでの質問はテキストで今から受け付けます。 質問に際してはどな,たかどなたへの質問かを明らかにしてください本日の司会は日本記者クラブ企画委員で産経新聞の森田啓示が担当いたしますそれでは松丸さんからよろしくお願いいたします今ご紹介いただきました日本ライフル射撃協会の松丸でございます本日は我々が取り組んでいる e シューティングについて紹介する機会をいただきまして誠にありがとうございます本日の説明の流れですがまず私から あの、射撃スポーツが e スポーツに参入した背景や目的についてご説明をします。続けて、新たに日本ライフル射撃協会の加盟団体として、先立って9月の30日の日本ライフル射撃協会の理事会で承認されました日本 e シューティング協会の松本さんから、次の IOC 主催のオリンピック e スポーツシリーズへの対応や、 まあ今回、フォートナイトというゲームをベースに e シューティングを作った理由を、まあ、そして福島さんから e シューティングの意義や社会的な価値について説明をいたします。まず、私たちが参加した IOC のオリンピック e スポーツシリーズシンガポール大会について5分間の映像でご紹介したいと思います。 これが開会式の様子です。あのご覧いただいてわかるようにですね、会場は満員で非常にあの熱気に包まれておりました。本当にあの、立つスペースもないぐらいの熱気でございました。で、ここに映されている10競技があの参加をいたしました。 定義づけはあの曖昧なんですけれども、身体活動を伴うバーチャルスポーツとコンピュータゲームの e スポーツが混在しております。今映像に流れている自転車、これは非常にリアルに近いバーチャルスポーツで、これはアーチェリー競技ですけど、これは完全にあの、コンピュータのマウスとキーボードで行うゲームでございました。 このセーリングもキーボードとマウスで風、波、コースを読んで勝負をいたします。卓球はゲームとバーチャルの中間にあるような感じでございました。それからこれは競技には入っていないんですけれども、来場者がトライできるボートでございまして、これも自転車と同じく完全にリアルな競技に近いものです。テニスはゲームでした。 ここから我々の射撃ゲームの映像になります。フォートナイトという e スポーツでも世界的な規模のゲームをベースに日本国協会が、はいえー、この大会のためにカスタマイズをしました。まあ、今回予選の時間がないことからフォートナイトの世界大会の上位ランカーの招待制としました。ランカーの1位から11位の方々に参加の打診をしましたところ、 全員があの賞金もないのに参加してくれるということで大変あの嬉しかったですまず11名を8名に絞りトーナメント制で戦います、まあ、得点ではなくてゴールまでの時間の短さで競い合います4つのステージがありまして決められた数の的に当てると次のステージに進めるという内容です11人の選手はアジアヨーロッパアメリカオセアニアの各大陸から 参加してくれまして、まああの大会ごとの偏りもなくまめなく参加してくれました。日本からはあの2名が参加しています。クエートの代表が20歳でしたが、あとは全部10代の選手たちでございます。これがあのファイナルの決勝戦の様子です。IOC と IF の要請を受けて人は打たない、マシン怪は使わないというようなカスタマイズしています。 そして実際の競技の要素を取り入れています。これスタートしました。今打っている銃がですね、射撃競技の精密なピストルの競技をイメージしています。で、この次のステージが、えー、クレー射撃をイメージしたものを作りました。今のようにあの的が静止していなくて、右からと左からとこう動いてきます。これをショットガンで打っているイメージになります。 でここがあのフォートナイト特有のビルドというあのテクニックなんですが、まあ、これはあの射撃とは関係がありませんけれどもフォートナイトのプレイヤーにとっては大変大事な腕の見せ所のパートだということで残しています今ご覧いただいているのがピストルの速射ラピッドファイヤーピストルのイメージをしていますそしてこのステージを越えますと またビルトがありまして最後に 50m の精密ライフル射撃これの要素を取り入れたパートになります。 ちょっとあの実際はスコープでは覗かないんですけれどもこのゲームではスコープでで遠くののを、を静止した的を狙ううというものです。これによりましてあの実際のオリンピック競技であるあのピストルそれからクレーライフルこの五輪種目はすべて網羅した形にしました。 まあ最後本当はですねあの右側のアメリカの選手の方が早かったんですけれども最後のゴールの円をくぐれなかったということでオーストラリアの選手が優勝をいたしましたで、えー、この時に日本選手団ということで日本の選手2名にです、ね、来ていただくチームジャパンのユニフォームを作っていったんですけどあのこの2名ですね あの実際の大会は IOC が用意をしたあの国名が入っていないものになりましたでこれがあのシンガポール大会に尽力してくれた我々のチームです左から金井さん近藤正明さんそして、えー、成瀬さん浜村さんあと業務委託のお二人です一緒に OES に向けて頑張ってくれたチームのメンバーでございます でここまでがあのシンガポール大会の映像でして、それではあの次、次としま、あ、これでまた始まっちゃったな。そうですね。それではなんであの e スポーツに参入しようと考えたのか、ま,あ、まずその前提として、あの射撃スポーツの置かれている厳しい環境をご説明したいと思います。 まずあの世界各地の紛争やですねあの頻発する銃の乱射事件まあこういうものからあの鉄砲、銃砲という武器を使用するスポーツに対して危険で危ないというあのスポーツとしてのイメージが最近非常に高まっていますこれは日本だけではなくて国際的にそうですそれからもう一つはあのたまにですね鉛を使うものですから塩害による環境破壊 いうことがヨーロッパを中心として非常に言われ始めていますで IOC もこれらの国際世論を反映してですね社員競技の選手の出場枠を減少させていますまたあの我々にとってはコア種目と考えている創薬獣すなわちあの 火薬の薬莢を使った本物の弾が出る銃ですね。この種目がどんどん減らされてですね、より安全な空気銃の種目が増えているという、そういう環境がございます。これは、あの、オリンピックの選手の枠の減少ですけれども、2012年のロンドンの時は390名が射撃競技に参加できました。えー、東京では360。 来年のパリは340ロスはもっと減ると言われていますそれから創薬獣の種目ですけれどもリオ大会の時は6種目ございまして空気獣が4種目だったんですが東京大会では逆転をしまして創薬がが種種目目空気中が6種目になっていますこれが世界の社会競スポーツが置かれている環境ですけれども。 今度、我々日本の方に目を向けますと非常にそのライフル射撃の競技者が高齢化しているということでとそれから会員の数が非常に減少しているとまたそれに伴って協会運営の収益が悪化しているというのがございますこれはあの日本ライフル射撃協会の会員のまあ人数とそれから平均年齢でございます 実際にはこれに加えて高校生と大学生が加わりまして7000名ぐらいの会員がいるんですが大学、高校を卒業した後に障害スポーツとしてやっていただいている一般の会員数というのが15年前の2008年の時には3400名おりまして平均の年齢が43歳だったものが今は700名減りまして2700名。 で平均年齢が7歳上がって50歳というふうになっております。で非常にライフル射撃競技、まあ、あのクレーもそうですけれども射撃競技の特徴としてですね競技人口に占める我々中央競技団体の登録者数の割合というものがございまして例えばここに今出ております水泳卓球バドミントン野球テニスソフトボールというのは 実際にその競技をやる方のうちですね、NF に登録している人というのは10%以下になります。ところが我々のライフル射撃協会は95%がまあ競技者と登録者数という、まあ、ほぼ一緒ということで、まあ、あの先ほどの表でお見せしましたように、競技者が減っていけば、ライフル射撃協議というものが日本では消滅してなくなるという危機感がございます。 まああのこのような社員競技の置かれている状況や、まあ、東京大会の時にですに、ね、コロナ禍で何で解散するんだということで国民の意見が大きく分かれましたで私はあのその時に考えたのはこの競技スポーツや競技団体というものの社会的な存在意義がです、ね、今まで以上に問われるようになったというふうにあの考えました。 今まで僕らはどちらかというと選手強化をしてですねメダリストを養成してメダルを獲得するということで、まあ、あの国からの補助金をいただいていることにお応えしているんだというふうにまあ考えてきたわけですけれども東京大会はあまりそのメダリストというものが注目されずそれよりもどちらかというとまあチャレンジをした選手に対してたとえメダルが取れなくても 同じ競技者がですねたたえ合うような、まあ、そういう姿が、まあ、非常にフォーカスされたということでありますどちらかというとその競技団体の社会的な存在意義をですね自らあの存在パーパスを定めていかなければならないというふうに考えました、まあ、本日はあの e シューティングがテーマですのであの資料にはしておりませんけれども 存在意義の一つとして、東京大会のビジョンであった、共生社会を育む契機とするんだと、ということを実現するための具体的な活動として、えー、我々協会としては、社員協議から社会の共生化に寄与しようという試みを始めています。 まあ、あの、そもそも射撃は馬術と同じ、あの、東京、あの、オリンピック大会では、あの、男女が一緒に競い合う競技でした。1984年のロス五輪から男女が分かれてしまいました。で、あの、今年からですね、日本協会としては、全日本選手権大会を男女総合表彰というものを取り入れ、また、あの、パラアスリートとの混合種目も採用するようにしています。 また、あの、オリンピックのメダリスト、この最高齢者記録は、あの、60歳以上の射撃の選手であります。もちろん、10代のメダリストもたくさんいますので、老若男女、パラアスリートも一緒に競い合える強制スポーツ、ということで、この試みを IF にも採用するように、今、働きをかけています。 また射撃の構える狙う打つという、まあ、この行為はですね、脳を活性化するとの医学的な研究がなされています。協会は今年度からその研究を NTC でトップアスリートの協力を得て研究を始める計画です。障害スポーツとして射撃を楽しんでいただいて、スポーツを通して健康寿命の延伸を貢献するという社会的な存在意義を一つとして進めているところであります。 そしてあの e スポーツの参入への理由ですけれどもここのところで3つ挙げていますが最大の目的はやはり若者の射撃ファミリーを増やすということです今申し上げたようにあの素晴らしい強制スポーツである射撃スポーツに親しんでもらう人を増やすというのが目的になります、まあ、IOC の目指す方向性に寄り添うというのもあるんですが ああ IOC はシンガポール大会の成功を受けて先ほど森田さんからもありましたように IOC の中に e スポーツ委員会を設置しましたこれからもオリンピック e スポーツシリーズは継続されることになりますのでこの IOC の方針に寄り添っていきたいと考えていますそれから今回我々があの採用した あのフォートナイトのプレイヤーの人口と射撃の人口比較をしてみたいと思います世界のフォートナイトの人口は推定5億人と言われていますで実際我々のリアルな射撃人口は100万人で、まあ、500分の1になります日本でフォートナイトを楽しんでいるプレイヤーは1000万人と言われていますが、うん まあ先ほど説明したように日本の射撃人口は7000人ですので1400分の1ということになります。まあ、このように桁違いに大きく人数が異なるということですね。で、まあ、射撃を楽しむ人々という大きなくくりの中に現在のリアルな射撃競技、それとビーム、 これはあの銃刀法の厳しい日本で開発されたものです。けれども、光線銃です。国体の種目にもなっています。ただ今まで我々がですね実弾射撃リアル射撃への入門銃と位置づけていたので、現在はリアル射撃の中の一部になっているという風うに思います。けれども、これからは光線銃だけで射撃を楽しむ障害スポーツとして楽しんでもらう層を作っていきたいと。 いいうふうふに思っていますそして今回の e シューティングを楽しむそう、まあ、これを加えてシューティングファミリーというアンブレラの下にですね、えー、仲間に入ってもらうでこの3つがですね交互に交流するということも狙っていまして、まあ、リアル射撃をやっていた選手が高齢になってですね高専中に移って障害スポーツとして競技を続けてもらうことや、まあ、e シューティングの愛好者が 光線銃やリアルの射撃に移ってもらうということもあるでしょう、まあ、シューティングファミリーを大きくするということが大きな目的でありますで今までこのシンガポール大会に参加するまでの経緯について簡単にご説明をします2年前の2021年の4月にですね まあ、あの非常に e スポーツと親和性のある射撃というものからあの e スポーツへの参入を目指して協会の中にマーケティング委員会というものを設置しましたそして委員長に元日本ツイッター社社長の近藤ジェームス正明さんそれから副委員長にアニモカーブランド社のディレクターの金井源さんを招聘して、まあ、近藤さんには 協会の理事になっていただいてマーケティング委員長をお願いしたということになりますそして副業の人材の募集をビスリーチ社の協力で始めました専門家ですでその結果浜村氏と成瀬氏に8月にこの委員会に入っていただき 活動を開始しましまたでどのような活動をしたかというとです、ね、まず IOC や国際的なゲーム会社と交渉するためには、日本ライフル社員協会の NF の肩書きではできませんので、まあ、IF の会長にその必要性を説いてです、ね、えー、委員会を設置してもらいました。この e スポーツ臨時委員会というのが、2022年の4月に IF 内に設置をされました。 そこでまあ言い出した日本チームがそれをやれるということで私があの委員長になりましてまあ委員に近藤さんと金井さんになっていただいたとで手分けをしてですねまず IOC との接触は近藤さんにそしてフォートナイトのエピック社という会社への交渉は金井さんがで IF 内の調整というのは私が担当しました。 そしてあの2023年今年の6月のシンガポール大会に参加をできましたでこの間に先ほどの専門家の成瀬さん浜村さんにはですねフォートナイトを前提としてそのカスタマイズの作業ですとかゲームの作り込みですねそれから競技のルール、まあ、こういうものを並行して作成する作業を進めてまいりました で今回です、ね、先ほどちょっと申し上げましたように9月30日の理事会で今後、この e シューティングの活動を担っていただく組織として協会がダイレクトにするとです、ねまあ、機動力にちょっと欠けますので加盟団体として日本 e シューティング協会を設置しましてそこに JCG の代表取締役である松本氏と それから元アクセンチュアの福島さんを理事としてお呼びしてこれから2024年の OES に向けて準備を開始するということになっております。であのこのシンガポール大会に参加した他の9つの競技と大きく違うことを申し添えておきますとゲーム会社の主導の参入ではなくて今回はあの我々 NF から IF に働きかけてで IF から IOC に、まあ、参入をしたという流れでこれはあの全くリアルな競技と同じ流れでこの,、うん、この e スポーツ大会に参入したということでこれはあの世界で初めてであります、うん、他は大体ゲーム会社が主導してゲーム会社が作ったゲームで選手を募って まあ、IF が主体的にまたは NF が主体的に関わっているというのは他の種目ではございません。私の説明はここまででして次に松本さんの説明に移らせていただきたいと思います。 はい、え今回日本 e シューティング協会理事を拝命しました松本と申しますよろしくお願いいたします私自身は e スポーツの協会の会員でもありましてもう10年以上 e スポーツという業界で実施してきたあのプロフェッショナル ものだと重視しております。今回こういった新しい取り組みに私としても参画させていただいて、そして日本でのこの競技化というところに貢献させていただくことを非常に光栄に思っております。はい。オリンピック e スポーツシリーズ2024に向けてという形で書いています。こういった今回はあくまでやはり IOC であったりとかの意図で始めてきたものであり、各種目競技として定まっているものではないと。 認識しています。その中でシューティングがこれからも継続的に採用されていくためには、しっかりとした競技として定着し、設計されて定着して、そして広がっていくことが非常に重要です。それに向けて、この競技設計ですとか、大会運営をですね、日本ライフル射撃協会である JRSF、そしてそのメンバーが兼任している日本 E シューティング協会で実施していきたいと考えています。 <laughs> でこの採用に向けてですけれども、まあ、本当にこのオリンピック e スポーツシリーズの中でも非常に好評でした。この e シューティングの競技をしっかりと e スポーツのゲームの中で再現したライフル競技。これがちゃんと世界中で普及すること。そして、しっかりとそれがオリンピックにも評価されて IOC 側から定期的に採用されるということを目指しています。 また前回は時間もなかったため招待形式でしたけどもやはりこれもオリンピックに倣って各国でちゃんと予選をして代表を送り込むという環境を徐々に移行させていきたいと考えています。でこちらはやはり個体力からの代表を選出するですとかあとはその移行期間としてですねあの前回実施した時に採用したその招待制というところも並行して今回は実施するということを計画しています。 で、また、やはり e スポーツの非常に特徴でもある、その一箇所に集まらなくても実施できるという特徴も生かしまして、もちろん費用面もありますが、これを生かしてですね、オンラインで実施することで、より多くの人たちが気軽に参加できる、そういった競技、大会を目指しております。<laughs> 実際のイメージとしては、この五大陸から代表、 を決めていくとで大陸内でオンラインでの予選を実施しまして結局大陸から2名ずつ選出してそしてパリ大会進出するということを考えておりますもちろんフランスはホスト国として1名さらに追加での招待枠というのを持っているとそういった形で考えていますではこれをもう少し深く見ていきますと実際この e スポーツゲームフォートナイトというゲームでは オリンピックのような五大陸ではなくて、7つの、まあ、その拠点に近いサーバーというものがあります。この拠点、各サーバーから上位の方々を非常にこの競技に強い人たちと認定してですね、それをこの、例えば、そちらの国にはこういう方々、強い方々がいますよという形で、その国の代表として認定していくということを招待制として実施します。さらに、各、 え、加盟団体や加盟国から代表を選抜選出して、この予選に送っていただくということも許容したいと考えています。このゲームの中で e スポーツゲームフォートナイトの中での代表選抜というものと、いわゆる NF からの代表、どちらも参加できる大陸予選というものを実施していきたいと考えています。 こちらは国際的に十分な競技化ができるまでの移行措置として考えていまして、最終的には他のスポーツと同じような形式、各 NF からの代表という形で考えていますが、はい、あの、次回はこういった形を検討しています。これにより、2023年6月に実施したオリンピック e スポーツシリーズ2023同様ですね、フォートナイトを使用した競技というものを現時点では予定しています。 はい、でこのフォートナイトをなぜ選んだかですけれども、これも松丸会長があのおっしゃったことにも付随しておりますけども、非常に人口が多いです。またこの e スポーツ、まあ、そのゲームの特徴として、ですねあのその月に何人プレイしたかみたいな、そういうリアルな情報というのも収集できます。それによるとですね、フォートナイトというのは月間で7000万人がちゃんとプレーをしたと。 それだけの,その競技人口を誇っているというものはその左側を見ていただくと分かります通りスポーツと比べても非常に多いですね。そのスポーツの競技人口というのがやはりどうしても概算であったりとか本当にその期間にその競技をプレイしたかというのが分からない中でいうとフォートナイトのユーザーの支持というのは非常に圧倒的ですしかつ若い人たちが多いということでイースシューティング失礼しました。射撃協会がやはり抱えてている課題に対して リーチできていない方々に参加を促せる体験いただくという意味でも適切なタイトルだとゲームだと考えています。で、またそのもう少しその技術的な面によっていきますと実はフォートナイトの中ではですねその一般の人たちが競技を開発するという環境が用意されていて、えー、実際に競技を開発することができます。 これはゲーム会社さんと交渉して、こちら側、そのゲーム会社さんに作ってもらう、そういったものではなくてですね、しっかりと環境があるために、こちらの e シューティング協会の方で、その競技をしっかりと設計し、まさに先ほどライフルアンブレラの中にですね、入っていけるような適性の高い、親和性の高い競技というものを検討し、作っていくと、そういう自由度があります。 また、こちらについてこの利用についてもですねあのこのゲームを制作しているエピックゲーム社と実際にしっかりと話し合うことができてですねこの趣旨や目的に対して理解をいただいていますそしてファン層が広い書いていますけれども先ほどから少し触れていますけれども、まあ、男女比がしっかりとある、まあ、男性も女性もしっかり楽しんでいるスポーツですと。 で、かつですね、その小学生がプレイするゲームという軸で見てもですね、非常に人気が高いゲームになっています。1位のマインクラフトは、あの、皆さんもご存知かと思いますけども、その次にフォートナイトを楽しんでいるという時計結果も出ています。また、えー、このフォートナイト e スポーツのプロの選手もいてですね、すでにその e シューティングという形ではないにせよ、e スポーツ ゲームとして多くの人たちに支えられているファンもいる、そして人気がある選手もいるということでですね、移行がとてもスムーズにできると考えています。はい、そういった形でですね、あのこの日本から あの国際的な IF に対してその競技を定義してそれを全世界に広めていく非常にこういったケースはく少ないんではないかなと思います、まあ、まさに柔道ですとか思い起こすようなそういった流れですけれどもこの e シューティングを日本からしっかりと発信して世界中で楽しまれる競技にしていくそういった目標を掲げてですね私もこの日本 e シューティング協会でしっかりと活動していきたいと思っておりますそれでは改めて次は 福島さんからお願いします、はい、改めましてあの、日本 e シューティング協会の理事を拝命し同じく拝命させていただきました、福島太一と申します。私の経歴、簡単ですけれどもあの、アクセンチャーという会社で、あのエンターテインメント業界をあの担当させていただいておりました。 その経験も踏まえてですねあの今回あの e シューティングという e スポーツの競技の普及、えー、発展に貢献させていただければと思いまして、あのー、理事としてしっかりやっていきたいなと考えておりますあの私からはですね、あのー、では日本 e シューティング協会で新しい組織として今後どういうふうなことを取り組んでいくかということを あの簡単ではございますがご説明させていただきたいと思いますまだあの法人格としてはあのこれからというところですのであの決まってないところがあの多々ありますので、まあ、あのこういう考え方でというアウトラインになります資料あれすみません資料はですねこのちょっと図の1枚だけになりますけれどもあの、はい、まずあのしっかり 先,先ほどからです、ね、あのお話がある通り、やはりあのゲームの延長線上としての e スポーツというところとやっぱス、スポーツとしての e のシューティングというところ、大きくあの違いがあるというふうに考えております。はい、よろしいです,か、ね、ですので、あのスポーツとしての e シューティングの意義。 あるいは社会的価値というのをですねしっかり定義していきたいなというふうに考えておりますご存知の通りあの先ほど来からコンテンツホルダーフォートナイトさんとかあの含めてですねゲーム会社さんがすでにもう e スポーツという大会というのは運営されております、まあ、コンテンツホルダーさんがあのすでに運営されている中でやはりスポーツとして社会的意義でしたり社会的価値というものをあの我々協会としては あの最も重要なところに位置づけてですねあの活動していくことにあの意義があるのかなというふうに考えております、まあ、そういったあのビジョンを設定させていただいた上で、えー、大きく3つあの、まあ、先ほど松本理事からお話しあったとおりあの「フォートナイト」というコンテンツ自体をそのままというよりは我々の教会で種目を定義し、えー、どういうふうにしたら盛り上がるのかといった。 あのコンテンテツを作ってていいいくく開発していくっていう点それを踏まえて大会を運営していくでさらにその大会に参加いただく選手ですとか、えー、あるいは、まあ、多様性先ほどあの女性の参加者が少ないといったあの問題もあるというふうに考えておりますけれども多様性を維持した形での、えー、普及活動をどういうふうにやっていくか。 まあ認知向上ファン獲得とといいうのがあの競技としては非常に重要なポイントだと思いますファン獲得する上では、まあ、まずそもそも知らないで2つ目に見たけどよく分かんないなっていうようなあのご意見あるいはまあ見てるだけだとあんまり面白くないなっていう大きくこの3つのハードルあると思うんですけれども、まあ、そのハードルをどういうふうに超えていくのか、えー、そういったこともあの教会内で,で考えていかなきゃいけない。 アジェンダであるというふうふに認識しておりますでこの3つをこの e シューティング協会であのしっかりですね考えながらあの進めていくんですけれどもあの、まあ、ファミリーの一員としてあのリアルのライフル射撃の例えば選手あるいはそのファンの方と交流するようなイベントコラボレーションみたいなところもあの積極的に参加して、えーまあ、デジタルだけの世界ではなくあのリアル とと一緒にやることでの新新ししいい発見、新しい見方みたいなところもあるというふうに考えておりますのでそういった意味での,あの全体的な発展を促すようなあのところもあの考えた上で業界運営してていいいきたいなとううふうに考えておりますこれらの,あの活動をですね踏まえましてまあちょっと期待するアウトカムとしては一つはやはり e シューティング競技というものがまだ知られてはあの。 ないといとううふうに思ってますのでまずは知名度の向上その上であの、まあ、選手含む会員あるいはファンの方っていう関係人口をですね増やしていく中であのまずは OES2024 に向けた取り組みが中心になるとは思いますけれどもその先の中期長期の発展特に持続的にあの、まあ、経済的な意味でも持続性を持った形で 運営できるような形っていうのを考えて進めていきたいというふうに考えております。ちょっと具体的な話はこれからまさにあの協会内で検討していくことという形で今回のあのご説明としてはあの以上になりますけれども、まあ、今後あのそういうようなことをしっかり努めていきたいなというふうに考えております。私からは以上になります。ありがとうございます。 松丸さん、福島さん、それから松本さん、ありがとうございました。あのここからはです、ね、皆様から質問を受けする時間といたします。まず会場で質問になる方は挙手をお願いいたします。私の方で指名いたしますので、えお近くのマイクを使って、ですねお名前とご所属をおっしゃってください。えオンラインからご自分の声でご質問さ,せさされたい方は、ズームの画面の下の方にある手のマ巻くボタン、手を上げるボタンを押してください。私が指名しましたら、ミュートを解除してご質問ください。 えっと、テキストへの質問は同じくズームの画面の下の方にあります Q&A を使ってください、えっと。お名前とご所属、それに続けて質問を書き込んで送ってください。私の方で代読いたします。質問に際しましてはですね、お三方いらっしゃいますので、どなたへの質問かを明らかにしてください。うん でまずあの司会の方からですね、えっと皆さんに、ね、質問させていただきます。あの松丸会長は、あのどうしてもですね、e スポーツっていうまあゲームっていうイメージがまずつきまとうと思うんですけれども、まずこのゲームとそのスポーツのですね、その溝ギャップと言いますか、これをどうやって埋めるのかというのは非常に問われると思うんですよね今後。あの特にあの IOC はですね、やはり身体 活動を伴うものということをかなり重視していると思いますので今後の展望としてはこれはどういうふうに埋めていくようにするんでしょうかあの非常にあの難しいところなんですけれどもねあの冒頭あの皆さんにお見せしましたシンガポール大会あの中であの2つのゲームとそれから身体活動を伴うまあバーチャルスポーツ シミュレーションスポーツというんですかそれが混在していたと思うんですね、まあ、IOC もまあ迷っているのか決めかねているのかよく分からないんですけれどもでただあのはっきり言えることはその e スポーツと言われているゲームをやっている人たちとそれからバーチャルスポーツすなわちシミュレーションスポーツをしている人たちは全く違う人たちだということです。 今回私がシンガポール大会で自転車競技に出ていたアスリートに聞くと彼らはそのリアルな自転車競技をしている人が多かったです。ということはその、まあ、射撃の我々インシューティングに置き換えますとね、まあ、リアルの7000名の中または国際の100万人の中でそのバーチャルシューティングを作っても拡大性は見込めないということです。 すなわちやはり若者が e スポーツというもので大きな人数が楽しんでいる方たちに少しでも射撃競技というものに興味を持ってもらってそして光線銃であったり安全なですねレーザー銃であったりというものに入っていってもらうということが大きな一つのシューティングファミリーとしての目的でもありますので。 まずはその興味を持ってもらってリアルとのこう交流を図っていくということしかないんじゃないのかな、まあ、将来的なですねオリンピックでの実施競技まあ種目といった方がいいんでしょうかそういうことも視野にですね活動されていくことになると思うんですけれどもあのそうするとどうしてもですねその例えば世界保健機構の方は ゲームのやりすぎというのをやはり病気の一つとして認定していますのでこういった部分というのも問われてくると思うんですよねあのプレイヤーが例えば社会的にどういう貢献をできるのか e スポーツとしてどういう貢献をできるのかそういうことも問われてくると思うんですけどもこのあたりの戦略というのはいかかがでしょうかあのフォートナイトのです、ねえー、とプレイヤーの男女比が、えー、今、女性が35%。 あの結構なあの高い率で女性のプレーヤーもいますですからまずあのリアルな競技と同じように e、ねえー、スポーツ e シューティングの、まあ、プレーヤーの中の、えー、女性の参加比率というのを高めて、まあ、リアルなシューティングでも言及しましたけれども e シューティングでも、えー、男女一緒にスポーツを楽しむという強制、えー、スポーツ。 から共生社会の実現に寄与していくということをしっかりしていきたいなというふうに思います。で、今あのおっしゃった WHO がですね、あのゲームの弊害、e スポーツの弊害というんですか、それはあの言われています。で、まあこれについて、えー、まあこれだけの若者が実際に楽しんでいるわけなので、まあそこにそのそういう弊害を排除しながら。 のスポーツ化を図っていくというのは、これからの課題で、私としては今ちょっと会話見えないです。あ、どうもありがとうございます。あの会場の方、それからオンラインの方、ご質問あれば、ご連絡をお願いいたしますあ。どうぞ。あ、あの、近くのマイク、お使いください。 読売新聞運動部の佐野と申しししまますすよろしくお願いしますあの松丸会長にお伺いしたいんですけれども、そのまあ、フォートナイトのです、ね、今回、大会で使うにあたってのまあカスタマイズの部分を先ほど説明で少しお伺いしたんですけれども、IOC からのまあ要請の部分、細かく先ほども少しお伺いしたんですが、やっぱり対応するところの難しさとか、もしくは IOC からまあこういう、なんですかね、すごい細かい指示があったとか、そういうところの難しさってどういうところに感じたのかっていうのを、ちょっとお願いします。非常に苦労しましまた もともとの「元々のフォートナイト」ではマシンガンのような銃を使うんですよね。で、それではダメだということで、先ほど言いましたように、その実際の射撃競技で使っているような銃にすべて置き換えました、ちょっと見た目はまだまだリアルの銃とは違うんですけれども、単発で撃つとかですね、そういうものに変えました。ただですねその 先ほどご説明した中にこう建築というかビルトという射撃と全く関係ないパートがあるじゃないですかでああいうものをどんどん除いて IOC とか IF が求めているような内容のゲームにしてしまうと今、フォートナイトを楽しんでいるプレイヤーたちが全く興味を持たなくなるというリスクがあるわけです。でそのさじ加減が非常に難しくて IOC、それから IF の意見も取り入れつつ、今のフォートナイトのプレイヤーも興味を示してくれるような、うまいその妥協点っていうのを見つけて今回のものを作ったというところで非常に苦労しました。 ありがとうございます。そういうカスタマイズも含めてあつらえたものとかを見てその現地で IOC さんの反応であるとかです、ねまあ、松丸さんご自身がなんか肌で向こうで感じた IOC とかの期待度とかそういったものを少し教えていただけますか。はい、IOC は非常にそのプレーする前からまあいいものができたという評価でした。 IF はですね、まだあのそのビルドというのが全く射撃と異なるし、まあ、見た目もどうしてもリアル競技と違うということで少しネガティブな意見でした。ただ、その11名のフォートナイトの、まあ、ランカーですね、にこのゲームを見せて、まあ、参加するか否かあお願いをしたところ、11人が皆興味を持って、えー、賞金もないのに、あ,あの11名の中の 何名かはあの億円プレーヤーなんですよで、全て10代なのにもかかわらずあの、マネージャーがついて全部来ます、まあ、そういうプロのプレーヤーなんですね、プロのプレーヤーなんですけれども、えー、賞金なくうこういう大会にと言って、あのゲームを見てもらって、興味を持ってもらって参加してくれました、まあ、それを見て IF も非常に納得感を得てくれたということがあります。ありがとうございました 今の質問で追加させていただきたいんですけれども IOC はやはりその若者への訴求力というのをすごく大事にしていると思います。あの先ほど、ランカーの方11人とおっしゃってました大体年齢構成としては今回の参加というのは6月の e スポーツシリーズですけれども先ほど見ていただいて、えー、そのバーチャルの方の自転車の選手やなんかはやはり ある程度の年齢層高い年齢層ですね。ところが、あの e スポーツと言われているゲームをやっている選手たちは、えー、まあとりわけこのフォートナイトの射撃はもう十代でしたし、若い人が多かったという印象です。ほとんどは十代の選手という形ですか。だと思いますね、はいど。どうですかね。他の種目。あ、他の種目に関するともちろん競技によって、まあ、まさにその。うん 完全にゲーム系のものはあの若い人たちもいますけれどもいや、まあ、見ていて非常に e スポーツとしてのもともとの競技者の年齢層が非常に低いっていうものもありますし他のものと違って唯一そのプロであったりとか先ほど億円をしっかりとあのファンを獲得して億円を稼いでるような選手もいる競技ということで見ている人たちも 競技者も非常に年齢が若い方々が今回参加しました。あの、うん、他の競技と比べてもかなり若い参加者、そうだったと感じています今、松本さんが言ったのは射撃の方うはと、い、りわけ、はいはい、どうもあり,ありがとうございました。他の方ごご質問ございますでしょうか 共同通信の村方と申しししまますすよろしくお願いします松本さんと福島さんにお伺いしたいんですけれどもあの先ほどこう射撃競技の現状松丸さんからご紹介あったように、まあ、決してこう競技人口が多いというわけでも注目度が高いというわけでもないという中でこうした連携を図ろうそこに参加しようと思ったのはどういうところにこう魅力というかですねあの なんていうかやりがいというかですねそういうところを感じたんでしょうかあじゃあ私から <laughs> 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 そうですねあのおっしゃる通り、ありなかなか厳しい状況だというふうにはあの思っておりますけれども、まあ、逆に言うと、まあ、だからこそあのこういうスポーツをあの使った形での,あのまあ ななかなかリアルだけでででやっていくってていいいくうう上では難しいと思うんですねただデジタルだけでまあちょっとゲームの問題等もあの言及ありましたけれども、あのー、実際の e スポーツとしてのデジタルだけでやっていくっていうだけじゃなくて私もあの正直射撃の競技は見たことなかったんですけども先日実際に見学させていただいたんですけどもやはりリアルで戻ってきて、あのー、そこで実際のまあ 実競技を見,見た時に感じることとかあこういうことだったんだとか面白さとか発見みたいなのは非常にあるなというふうに感じてます。ですのでまあフォートナイトの e スポーツって大会はあるんで,あるんですけどもリアルあのデジタルだけで完結するのではなくリアルとも接点していくことや新しい可能性っていうのはとてもあるんじゃないかなというふうに思いますしただまあなかなか難しい非常にチャレンジがあの高いなとはあの感じて おりますけれども、あの、そこら辺に、あの、面白さを感じて、えー、今回、あの、参加させていただくことにいたしました。えー、私ですけれども、あの、もともと e スポーツの業界で10年以上、えー、こういった。大会ですとか、世界大会も含めた大会とかを運営させていただいた中で、今回は非常に大きいチャレンジだと感じています。まず、そのスポーツ競技団体側が、その e スポーツという始めたという、まさに、その前代未聞、えー。空前絶望な事実と。 そこからスタートし、日本でまずそれを競技として一般化する。さらにこれを世界中に広げる。競技として成立させる。最終的にはオリンピックの正式種目として安定的に採用してもらう。非常に大きい構想だと思っています。この構想を実現するという意味で、私自身のキャリアも含めてかなりチャレンジになったことだと思いますし、これに対してもお話を聞いたときに全力で協力したいと感じています。 そういった中で、もちろん、ライフル競技とかも、私も同様に研究させていただいた中で、そこの親和性というのも感じましたし、逆に、ライフル側にの興味もかなり深まりました。そういったところでですね、その、会長のおっしゃっている、その、両方の競技を知ってもらうことで、ライフル側の興味、射撃側の興味を持つ方々も非常に増える可能性もしっかり感じました。そういった2点から、やりがいとして、今回、こういった理事を担当させていただくことにしました。 かりました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。他にご質問ございますでしょうか。あどうぞ個人会員の中川と申します。えっとあのシューティングなので撃つという。 ことですよね。それさっき松本さんにお聞きしたいんですが構え,構えて狙って打つっていうのは脳の活性化にもよいその通りだと思うんですけどこの E シューティングで打つというのはを押すんですかそれともどういうふうにして打つのかと思いまして、はい、マウスでああ 私もちょっとあの昔やっていたことがあるんですけど引き金を引くときにあの闇夜に霜の落ちるようにっというそのとその引き方でもう全然変わってきますでしょう、はい、そういう差は出ないんですねじゃあそれはあの残念ながら出ませんあただも押すと出るとそうですね、まあ、あの速やかにこう狙いを定めるエイミングですねエイミングをして でそのカーソルの位置を動かさないように引き、まあ、金を落とすという意味では、うん、このまさにこうトリガーをぎゅっと絞っていくという、まあ、そのテクニックはいらないんですけれども非常に似ている部分があります、要素としては、うん、射撃やられてたんですか、今のいやそんな、大それたことじゃないんですけど、やってました今のご質問は射撃ですよね、完全に <laughs> トリガリングの話ですか。えー そ,それが、どうしようかって言いますと、えー、その今おっしゃったヒューティングやることは実際のリアルの試合機のあれでもこう,うまくね、えー、あの参加する人が繋がってきてっていう狙いも割と伺ったんですけども、えー、それがうまくいくのかなと思って、それをお聞きしたかったんです。 パン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 とこう動いて撃っているのがございましたよね、あれなんかはこうラピットファイアーピストルご存知だと思うんですが、5敵をパン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 と撃つ、あれに非常に似てますので、ああいうあのイーシューティングからなんとなくこう早くものを狙って撃つというのに興味を持ってもらうと、そしてあの我々のリアルの射撃をこう見てもらったり、ですねそういうことをすると、非常にそちらからこう移行してくるような可能性もあるのかな。 あともう一つその銃刀法で難しいのはご承知かもわからないんですがあのリアルな銃というのは年2回大会に参加しないと銃を持ち続けられないんですね法律上。そうすると高齢になってくるとなかなかあの地方で行われている大会に銃を持って参加するというのは難しくなってくるんですが、まあ、そこからあの実際の実弾の銃ではなくてデジタルだとかビームのまあ射撃に移って。 いくというようなこともあると思いますので、まあ、中間にわれわれ、ビーム、デジタルを持ってますから、いろいろその e シューティングとリアルとのこう交換ができるというふうに考えていまますどううもありがととござしした、はい、朝日新聞の塩と申します。 えっと、ちょっと、誰に伺うのが適当かわからないんですけども、あの、えっと、この e シューティングで、まあ、将来、え、オリンピック種目入りを目指すということで、今、あの、日本だとえ e スポーツ連合が、え、まあ、いずれ五輪種目になるとき見据えて、今、JOC 加盟に向けていろいろ準備しているところだと思います。こっちのそのい、いわゆる全 e スポーツ全体の方の、えっと、団体と、今、こちらの えー、ライフル射撃の方での、えー、動きと今ど、どういうふうな連携だったり役割だったりとかその辺って今、どういうふうになっているのか教会側から私がそれからあの連盟側から松本さんが教会はです、ね、こういうあのイーシューティングを開発をしてあのシンガポールの OES に参加したいというご報告はあの連盟のほうにいたしました。 で参加した後にまに、あ、日本協会として全日本選手権大会を開いたり次の OES に向けての日本代表選手選考会もやっていきたいので、えー、協力の要請はあのしておりますまだ具体的な動きはございませんあの連携は図っていきたいなというふうに思っています。 えー、まあ、e スポーツ側ですけれども、これは IOC 側にも通じますけれども、e スポーツ委員会が立ち上がりましたが、その中にはゲーム会社さんも、普通のスポーツ競技の方々も混在して所属されています。これ、まあ、言葉は悪いですけれども、IOC 側も方針が定まってない。 ですね、その中で、日本の e スポーツ側としても、決してその可能性を閉じたりとか、私たちが方向性を一つに定めて、そこで、あの、彫り固まるということを考えずにもっとオープンにやりたいという意図があります。その中で、まあ、私自身も当然、えー、その日本の e スポーツ連合という e スポーツの協会側に所属してますけども、そちらの方々にもご相談させていただいて、この取り組みに入ることっていうのを、えー、実際にしっかりと、あの、 許可というか確認した上で入っていますなので本当にこれからいろんな活動が方向が定まっていくと考えていますありましたありがとうございますすみませんあの私の方からもですねもう一つ質問させていただきたいんですけれどもあの松本さんと福島さんどちらかにお答えいただければと思いますけどあのー。 e スポーツの市場としては世界的にも国内的にもかなり広がっているというふうに思います。であのー、今回フォートナイトを使いましたけども、今後あのー、こういうゲームの要素を使った中でですね、その収益っていう部分ではどのような期待ができるのかっていう何かそういうものがございましたら、見通しがございましたらお答えいただきたいと思うんですけど。 はい今回非常に特徴的なこととしてこの取り組みをゲームを制作している会社エピックゲームズさんがご理解いただいているというところがありますその中ですと基本的には収益モデルもスポーツと同様のものを考えれば問題ないかなと考えています。例えばまあ会員 参加による会員費ですとかもちろん放映権ですとか何かしらの工業で行う時のサポートそういったイベントの制作ですとかいろいろな形でスポーツとほぼ同様の構想が考えられますもちろんそこから e スポーツならではの収益モデルというのもたくさんありますしそことの取り込みもありますけどもまずはその組織を継続するという意味ではまあ、まさにスポーツ側のやり方に沿っていくのがベターかなと考えています 例えば、仮想空間ででしたらですね、その中で広告看板を出すとか、そういった可能性は十分にあると思うんですけど。今回のフォートナイトに関しては、どういうふうな取り決めがあるんでしょうか。それもまさに、あの、あまあ、いや、いいですか。それもまさに、今、野球ですとか、サッカーもすでに、あの、コートに。 広告を出すことでの収益化っていうのをしてますけども、実は同じように、えー、メタバースでもあるこのフォートナイトでは、ゲームの中に広告を打ち出すということで、えー、そういった広告者さんの、えー、からのスポンサードを得るというモデルも,も実施可能な状態まで、えー、実証できております。そういった意味では、えー、今後この競技を広げていく中で、えー、まさにスポーツと同様、えー、広告収入というのも一つの軸になっていくと考えています。何か将来的な見通し、 のののよううなものっていいはございますか具体的な数字といいますか、えー、数字という意味ではちょっと明、あのー、言はできないですけれどもまずフォートナイトというもので人口が1000万人いますとでは、えーまあ、明確にちょっと査定知らないんですけれども例えば1%の人がこの競技をするとなるともうすでに10万人の方々がいいシューティングをしてもらうじゃあその中でさらに1%の人たちが実際にプレイをしていただくというと1万1千あ人ごめんなさい1万人のような 1000人の方々が実際にプレイをしていただく。そういった形でですね、実際の人口がいる中で、この e シューティングを知ってもらうという、そういう計算ができてきます。で、これが、やはり、競技としてどれぐらいの人数、新しく参画してほしいかとか、もちろん、先ほどの収益、まあ、継続ですね。継続に、あ、そう、必要な人口などを逆算していって、じゃあ、どれを、この競技をどうやって広めていくか。また、やはり、その次のステップとしては、47都道府県でどうやって、 各支部を作っていくかなども含めてですね展開というものをこれから設計していきたいと考えていますどうもありがとうございます他にご質問ございますでしょうかすみません、共同通信の木倉です松丸会長に 伺いたいたんですけれどもあのシンガポールと杭州アジア大会とちょっと e スポーツ取材してきましてですね一つまあ大きい課題だなと感じたのがあの何のゲームをやるかっていうところがすごく難しいかなと思っておりましてで、まあ、あの射撃の場合はああ IFNS が積極的に関与する形でまあフォートナイトっていうところに決めたと思うんですけれども、まあ無数にゲームがある中で。 これからまあそのオリンピックでの採用まあすまあ取り組みが進む中で何のゲームをやるかのその決め方ですとかどう選んでいくかというところに関して何かお考えなどあれば伺いたいんですけれども。あの IOC も今やはりこの OES は えー、IF とそれからパブリッシャーっていうんですかあのゲーム会社と連携して決めていくと言ってますよねで実際あの我々があの e シューティングに参入するときにはやはりあの IF の立場で IOC と話さないとあの話が進みませんでしたということはその IF として存在しているところでないとそのゲームの要は競技 種目っていうのが採用できないんではないのかなというふうに思うんですね。ですので、その我々スポーツ競技団体、インターナショナルフェデレーションがやってないようなイ、e、ースポーツをあのオリンピックのイ、e、ースポーツ種目に採用する際には、その日本のスポーツあイー、e、スポーツ連盟のまあ親としての まあ国際の組織があると思うんですけれどもそれを IF 化しないとだめだと思うんですけれどもそのプロセスがない場合はやはりその e スポーツとして採用するゲームというのは基本的には我々リアルなスポーツに準じたものという定義になってくるんじゃないですかねそれで関連してなんですけれども、まあ、シューティングゲームってラらくいっぱい。 あると思うんですけれども、うん、その中で今回というかまあ今後もだと思うんですがそのフォートナイトを選んだ理由ですとか、うん、選定の経緯というところ差し支えない範囲で、はい、まあやっぱ競技者愛好家が多いというのはそうですね、あの先ほど松本さんからも説明ありましたし私からも説明しますまずはその競技人口ですねあの競,競技人口プレイヤーが多い。 ゲームということとそれから、先ほど言ったように IOC とか IF がそのゲームのままではダメだとこういうふうに、まあ、要請があるわけです、人を打っちゃダメだとかマシンガンはだめ、バズカ法はダメだとそうすると我々がこうカスタマイズできるようなそういうそのある程度できるようなゲームというふうに選択していくとフォートナイトが一番最適だったということです。ありがとうございました、はいま 個人会員で元産経新聞の津島と申しますあの今の質問に関連してなんですけれども、IF が存在しないと話ができないということになったら、例えば射撃、今、オリンピックの種目としてある射撃、あるいはアーチェリー、それの1種目として、えー、そのあの中に、今ある競技の種目を増やすというような形の参加の仕方ということは考えてらっしゃいますか。 これも IOC が決めることだとは思うんですけれどもあの、そういう形で増やす可能性もあるんじゃないでしょうか。ノーバの結構ですけれどもあの、先ほども千二十四年の,あのオリンピックー、e、スポーツシリーズの話もございました。 教会とととししてて考えいいるううことなんでしょうかえっと先ほどっと細かくは言えなかったんですけどまだ決まってないとで言えなかったんですけれども2024の、えー、もしくは2025年に実施するということを内々にはスケジュールが出ていて、えー、今現在決定中の段階ですこちらは今年の12月頃にまに最終決定しますのでそれを目指した、えー、期間の策定ということを実施しますたただ、えー、先ほども言った通り少なくとも日本は、うん オンラインでの予選会っていうのをしっかりと実施した上で、日本の NF として代表選手をこの大会に送り出したいと考えています。あともう一点すみません。あの、先ほど映像の方でですね、あの、日本から、あの、二人の 代表の方が6月の e スポーツシリーズにご参加されて移ってらっしゃいました。あの両方ともあの2方とも17歳ということで、あのまあ、当然プレイヤープロのプレイヤーとしてお金を稼いでらっしゃるんですけども、無報酬として今回の大会に出ることですね。まあ、あの他の国の方でも結構なんですけど、このフォートナイトを通じて、このオリンピックとものついた大会に出るということにどういう価値観を見出してらっしゃったか、もし手応えで結構なんですけど、お,お話しいただければと。あの まずはですね、その賞金を稼げるような、あの、プロが本当に無報酬の大会に出てくれるのかどうか、非常に不安でした。で、まあ、世界ランカーの1位から11位に声をかけて、まあ、出ない方がいればどんどん下げてというふうに思っていたんですけれども、まずやはりそのオリンピック大会、オリンピックバーチャル、e スポーツシリーズで、そのオリンピックという冠がついたときに、 そのまあ、リアルなスポーツとはあまり接点のない e、えー、スポーツを楽しんでいる若者にもですねやっぱり訴求力があるんだなというふうに思いましたそれから彼らがその現場に来てからですねやはりあの国の代表なんだという意識が芽生えてですね、まあ、非常に一生懸命練習をしていましたそれからあの優勝したオーストラリアの子はその X、まあ、ツイッターでですね ああ山ゴールドメダリストということをあのう嬉しそうに発信していましたのでまあそういう意味ではリアルの選手と同じように e スポーツプレイヤーもそういうものにやっぱりなんていうんですか価値を見出してくれるんだなというふうに思いましたどうもありがとうございました他にご質問があったら挙手いただければと思います。 北海道新聞の淡です。今日はありがとうございました。あの、まだ始まったばかりだと思うんですけれども、実際にこういった公共技をやってみて、あ、すみません。松丸会長に伺いたいんですけれども、ごめんなさい。あの、そのリアルの方に、e いいスポーツの方から興味を持ってリアルの方にこうするという、例えば実際そういう問い合わせだとか、そういった動きっていうのはもうすでにあるのでしょうかいや、あの、まだありません。あの、これからだと思っています。はい。わかりました。ありがとうございます。はい 他にごご質問ございますでしょうかではあの質問はこの辺りにさせていただきたいと思います。あの少しだけお時間いただきたいと思います。あのゲストの皆様にはですね、あのお三方あの、サインをしていただきまして、えー、松丸会長には独立自尊ということを書きいただきました。それから、えー、福島さんには面白きこともなきを面白く、ですねそれから松本さんには期待は、 超えるものということをお書きいただきました。あのまず、えー、と代表して松丸会長にこの独立自尊のご説明をいただくと。説明ですか。お先輩。説明でここにかけた。はい。言葉にかけた思いを。まあ、はい。はい。まああのマイナー競技で非常にその小さな団体なんですけれども、先ほど言いましたようにしっかりその団体としての存在意義。 まあ、競技スポーツとしての存在意義を発信して、ですねしっかり独立を自ら維持できるようにしていきたいという思いを込めて、独立自尊と書きましたあ会長、正確ですんで、来、はい、ていただいて、はい。汚い字ですけど 今日はどうもあの皆様ありがとうございました。あの本当に e スポーツはです、ね、もう本当に今後、ますます若い方には注目されると思いますので、これをスポーツとどういうふうに融合していくか、やっぱり社会的な価値の提示ですよね、それからスポーツとしての,あの可能性というのはどこまであのゲームとの溝を埋めるか、これが非常に大きな課題だと思いますんであので、今後も注目していきたいと思います。どうもありがとうございましたあの。会場の皆さんもありがとうございました。オンラインの方もありがとうございました。これで会見終わりたいと思います。 あ、あの、改めまして、あの、お三方に拍手を、お送りいただければと思いました。<laughs> ありがとうございました。<laughs> 以上で会見を終わります。失礼しました。